日経平均がちょっとだけ上がりました。26.7円、えー。あとですね、えっ、ー、と、米ドル、米ドルですね、通貨が少し下がって円高になってきています。まあ、120円ぐらいがね、本当はベストだと思うんですね。はい。で、今日はですね、あの、私のポートフォリオですね。はい。 私の,あの株式全体では3万7365円上がっています。はいえー、ただ、まだね、18万ぐらいマイナスです。はい、1000万の種銭なんで、はいえーとまだ、まだまだねあのたらあの、回復してもらいたいところですね。まあ、日経平均が、ね、2万8000円ぐらいになるとね、大体そのぐらいに回復してくれると思うんですね。はい、で、一番嬉しいのは何かっていうと、 この任天堂見てください。今日105円上がりました。はい、えっ、ー、とですね、1週間です、ね。これ見てくださいね。えっ、ー、と、チャートね。はい。5800円近く。だから、要はね、あの、あと2万円ほど赤字なんですけどね。赤字なんですけど、回復基調にあります。はい、えっ、ー、とね、6000円ぐらいで買ったんですよ。で今日の一日の値動きの中では、 まあ、スタート段階からね、上がってます。朝市で上がってます。だから買い,買いが進んだんですね。はい、で、えっ、ー、とですね、えー、今日の出来高はあ750万株ですね、のお売買取引が行われています、えー。これもね、出来高としてはもうやっぱり圧倒的に多いね、銘柄。任天堂おという有名な銘柄で,で、えーと。株価としてはね、回復基調に今あるのかなと思います。 では3ヶ月で見ると、今、過去3ヶ月の中では、どん底ですね。はい。だから、6000円以上になるのが、まあ、一般的な、えー、相場感なんですね。で6ヶ月で見ても、まだまだ、えー、っと、この6ヶ月間では最低、えー、水準の価格になりますから、あの、上がることはまだ、まだ期待できると思います。はい。1年間で言うと、そうですね。ま最低基準ですね。で、10年で見るとね、 これはやっぱり、えー、企業価値がかなり上がってますんで、約10倍ぐらい上がってますんで、まあ、ここなのかなというふうに言えます。はい。回復基調ですね。はい。だからね、配当利ー回り下がってしまいました。2.98%。はい。前は3%だったんですけどね。はい、えー。ただね、あの、要はね、株っていうのは、その、配当、インカムゲインですね。えー、の収益と、えー、キャピタルゲインですね。 株価が上がるあの、要は株の価値が上がる。ことですねで。買った値段に対して売り値の方が高くなってるんですね。それはキャピタルゲインというんですけど、この2つの利益があるんですね。n i n t はどちらかというと、キャピタルゲインですね。企業価値を上げるというですね。えー、株主還元するのではなくて、えー、開発費用ですね。ゲーム機とかゲームソフトですね。開発費用に投資して、えー、売り上げを上げて、 で、その企業価値を上げてくれて株価に反映するというタイプの会社なんです。要するにす、ね、最近買った株の中でちょっとねあの、買った瞬間に下落した株なんて本当にね、ショックなんですけど、まあ、ほぼね、回復基調に向かいつつあるんですね。えー、こうやって見ますとね、まだまだね、あのえー、株価が上がってくれそうな あ時期でもあるんでもんすね今、11月ちょうど中盤になってるんですけど、1日ですけど、えーで、12月に入ると、えー、そうですね、えー、ボーナス商戦で売り上げが上がってるのと、えー、とこの大阪でいうとね、そういう,うアンテナショップですね、IP 店ってですか、IP ショップですかねっていうのがあの梅田に誕生してます。はいで、えー、ポケモン ゲーム、ポケモンですね。ポケットモンスターのゲームがですね、えー、すごい今人気で、えー、予約殺到状態なんですけど、えー、それで売り上げ伸びるです、ね、予測が立つんじゃないかなと思ってます。これはもう、あのかなり有効なね、えー、商品がねあの準備できてますんであの、すごい期待できると思います。はい、今日はね、久々にね株価回復方向、完全に回復はまだしてないんですけど、 少し値上がったということで、えー、回復の兆しがすごく目立ってきているのかなという感じはします。ま,また明日あの株の値動きです、ねえー、楽しみにしたいと思います。認定堂の株価ででした。以上です。